え皆さんこんにちは、えー、神奈川から参りままししたあの秋庭と申します、えー、こういった話あの突然来るんですねあの4日前にあのメールが来ましてあの朝こういつものようにこうメールチェックしてこう削除削除削除と岩渕流星削除と迷惑メールに入れちゃいましてあのこれ開けちゃいけないメールってよくあるじゃないですかであれだと思ったんですね。 で中にいろいろ質問事項があったんでますえまずどんな委員かでう,ちうちはいろいろやってまして、えー、まずもともと僕は共生医だったんですけども大学で4年間共生を学びましたでその後、えー、少し皇后の部分が弱かったんで当時あの藤本研修会の スタッフの先生で星野先生っていうのがいいんですけども、今ちょっとデーモンで有名になられてます。そこにあの弟子入りをして3年間そこでちょっと修行しました。で、であの星野先生っていうのはあのアメリカでいろいろ学んだ先生で、あのそのあの影響を受けまして、その後あの UCLA っていう大学があるんですけども、そこであのドクターマクラーレンのとこで3年間また弟子入りをしました。で、その3年間の間に。 あのドクター・サーシャとか山中先生の影響をまたまた受けましてで今度はインプラントが必要だというところで今度はですね浦和にある畑野先生マキシズって言うんですけどもであそこに3年間弟子料を待たしましたでようやく2008年、えーまあ、医療ビルなんですけどもそこの2階に開業しましたでその後2010年にあの慶塾と出会うんですけども それまでの自分はあの本当治療畑にいてほとんどあの経営のことを全く考えていませんでしたそこでまあ衝撃を受けるんですけどもそれからこう毎年スタッフのこう誰かがセミナー参加して2014年に静岡県の富士市というところに開業しました分院ですね分院を開業しましたでその時に広域の医療法人を建てて15年に MS 法人の設立と。 で2016年、今年の4月です、2階があって4階があるんですけども、4階に横浜、えー、にユニット5台、えー、そうですねで、4階に2台ですね、計7台、で、富士の診療室には4台と、で、部員ともにドクター・ジョージに2人から3人と、1日50人から60人。 で今年売り上げ達成したんで来期の目標が3億3000万を予定しております。で内訳としては、えー、保険が4割で残りがあの強制と自費に分かれるんですけども、えー、スタッフ総計が約 20,、えー、20名ですね。で常勤がドクターが4人非常勤が5人います。でちょっと違うのが強制医があの僕入れて3人いまして。 2年後にその常勤化を目指したいと思っておりますで今回あの久しぶりにというか6年ぶりに参加したんですけどもどうしてかっていうとですね今6年ぶりにこう参加してあの何ですか4回をオープンするにあたってこうなかなかこう情報が得られなかったと。 いろんなこう人に聞いてもなかなかそういう事例がなくてで今回本当藁をもつかもうえて今回さすえ参加させていただきました。でもう一つの質問があの同じビルの違うフロアで介入することあのビルが 5, 体5階建てなんですけども1階が薬局で2階がうちの病院で3階が内科なんですね。 で内科を飛んで今度45が空いてたんですけども4階にこう新規オープンをしました。でまあいろんないい点悪い点あるんですけどもあの最初はあの2階の延長でこう増設ぐらいなあの感じでこう甘く考えてたんですけどもあのまあいろいろあります、ね。良い点は えー、4階を完全に今自費にしてるんですけども自費のメンテナンスが非常に増えたとそれからあの差別化ができるようになったあの4階の待ち合い室にちょっといろいろこじゃれた雰囲気にしてあのそこで待ち合い室で待ってもらうとか、えー、その差別化ができたってことは良かったですねであと受け付け、えー、難しかった点 受付を階2回4回置いたりスタッフを2回4回置いたりスタッフの動きが全く分からなくなったそういう点でちょっと苦労しておりますで現在は2階を総合受付にして2階を検査室と CG2 台もちょっと変えなかったんで2階を必ず通ってからそこで振り分けをして4階に上がってもらったり2階に行ってもらったり とということをやっておりますでそれからあの認可の問題なんですけども、えー、認可の問題がこう非常に難しくてあの神奈川ルールというのがあるらしくてあのなかなかに認可が難しい認可というのは同一法人内で2員が同じ、えー、法人内に入るということなんですけどもこれ神奈川に何回もこう問い合わせしたんですけども 神奈川県のこうルールとしては連続した会や隣接した場所であってもこれまでは専用通路がある場合に限り一体性があると認められてきたとで今後は専用通路がなくても一体性があると認め,られる場合に認められる場合があるというのが厚生労働省の通知の趣旨なのでこれまでどおり連続した会や 隣接した場所という要件は変わらない、えー、他の自治体が拡大解釈しているのではというのが答えだったんですけども少なくともこう神奈川では、えー、続いてことでしたでこの辺も酒井先生いろいろ聞いたんですけどもあの大阪では OK だったみたいなんですねでその辺はよくあの調べていかれるといいと思います。 あとあの静岡の件先ほどこう、えー、おっしゃられたんですけどももともと、えー、静岡富士市って友は実家なんですけども生まれ育った土地で50年の歴史がありましたでそこで何年か前にあの閉院とかクローズっていう話が出たんですけどもどうしてもその潰すことができなかったとあのこれはですねよほどの覚悟がないと これは進めませんで問題は何かっていうとあのやっぱ距離の問題が一つありましたで僕は毎週1回部位、えー、に行って法院の方は週4回今勤務してますで、まあ、あの新幹線っていう乗り物があるんでそれ乗ると大体45分なんですねでドアトゥードアで65分でこの65分をどう考えようかなと思ってたんですけども僕自身は あのもう23年間この生活を続けてますんで特に抵抗はなかったんですけどもこのスタッフの距離感っていうのをどう埋めたらいいかっていうのを一つ考えましたで分院と本院あの年に1回ぐらいこう交換留学みたいのをしてみたり、まあ、いろんなことをやってみて少しずつまあその距離ですね心の距離を詰めていこうかなっていうまあ取り組みはしています。 まあ一番重要なのはそれよりもあの今ちょっとうまくいっている理由としてはあの50年のやっぱ歴史の重みというかあの昔ながらの患者さんがこの医この院が亡くなったら本当どうなっちゃうんだろうとかこの,の院がこうなくちゃいけないなとそういう思いですねその思いを患者さんもそうですけどもスタッフに永遠にこう伝えてるるそれが伝わってるのかなというのがちょっと。 手応えですちょっとヒントになるかどうか分かりませんけどもその思いだけは伝えております。であとこう横浜にこう一歩先にこうオープンしたんでいろんな失敗とかいいものがいっぱいあるんでそのまんま静岡にあの下ろしています。でそのためにこう失敗がないと言ったら変ですけどもいい先輩がいるんでそれをあと追っかけてるというような今仕組みになっております。 以上ですかね、えー。まあこれで終わりになります、えー。今回ですね、最後実践会に参加して一番良かったのは、まあいろんなあの先生と出会えたいなと、えー、人と人のつな繋がりがあったんで、それが一番良かったかなと思っております。あのチームのメンバーをはじめスタッフの皆さんには、えー、大変お世話になりました。あのありがとうございました。あり, <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにあの。 静岡の委員は、今どなたにお任せになってるんでしたっけ。ええ、うちの親父と。部員長は一人。部員長は。ご親族でいらっしゃるんですか。友達。あ、でも普通に採用して。その、もともと横浜の委員で採用してた方を言ってもらったんすけれども。向こうで採用したんですか。向こうで採用。し現地採用で。現地採用で。えあとは。横浜から。行ってる。ドクターもいます。あ、もういるんですね。僕も含めて。あ、なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。皆さん、拍手お願いします。はい。 あのもしかしたら皆さんの委員でも例えば実家の委員があってそこをこう何とかしたいとかいうケースもあるかもしれないですけども、そういうときには、まあ、くれぐれも自分自身のこう経営力をしっかりつけた上でやらないと、まあ、本当に痛い目に遭いますので距離も、ね、離れている可能性がありますので、まあ、そういうこともあの皆さんの今後の可能性としてはあると思いますので、まあ、そういうことも含めて秋梨先生にお話をいただきました。